高圧志学は、大韓民国出身のサッカー選手。日本フットボールリーグ FC 大阪所属。ポジションはミッドフィールダー。土川材高等学校、四世代学校を経て、2003年に同年より、K リーグに新規参入する、デグ f c に加入、創設メンバーの一人となる。2004シーズンに18試合で6アシストを記録し、K リーグアシストを受賞した。 3シーズン在籍したテグでの通算成績は48試合出場3ゴール11アシスト2006年5月オーストリアのグラーツアー AK に2年半の契約期間で加入オーストリアブンデスリーガで3試合に出場した2007年3月 K リーグのスイバラサムスンブルーウィングスに移籍2014年まで8シーズンにわたって在籍し 守備的ミッドフィールダー及びサイドバックをこなした。スイバラでは、K リーグに1回、FA カップに2回、サムスンハウゼンカップに1回優勝し、通算成績は89試合出場2ゴール4、アシスト。2015年、K リーグチャレンジのカヤハイ FC に移籍。2016年、インドネシアのプルシジャジャカルタに移籍。翌年、35歳以上の選手の保有は1クラブに、 月二人までとするリーグ規則の影響で対談を余儀なくされる。2017年4月、PS2 に移籍。2018年7月、日本フットボールリーグの FC 大阪に完全移籍で加入。東アジアサッカー選手権2005に参加する韓国代表のメンバーに選出され、2005年8月7日に行われた日本戦で81分から途中出場した。 所属していた、ケグ FC にとって、クラブ史上初の代表選手となった、高人学ダッシュ -kleague.com。ありがとうございます。